まあ、ちょっとだけテレビに出れて、まあ、ちょっとだけなんですけど、これスキンケアなかったらテレビもなかったでしょうね。お笑いコンビくるくる松原飼育員37歳。もう映りが違いますから。自身の顔のたるみに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。まあ、映った回数はかなり映りました。僕の相方が31歳で、僕よりも6つ年下なんですけど、一緒に映ってて明らかに僕の方が若いんですよ。やっぱりこう、これ本当にこの効果あると思いますね。はい、全然違いますね。それ向こうはもう本当30代になったばっかりですから、僕は行ったら40メートルですからね。もともと僕の方がちょっと若く見られてたんですけど、こちらでこれやらせていただいてるおかげで、その逆転現象がもうさらに激しくなってる感じしますね。じゃあ効果の実感的には、そうですね、まあ、旅行みたいな形で猫がいないと、すっごい楽だなって思うんですよね。2、3泊だったら、ほっといても大丈夫なんで。その間餌どうするんですか？餌の山盛りにして、水もトイレもちょっと多めにセットして、数日は一応大丈夫な生き物らしいんで。そういう感じなんですね。ありがとうございました。施術を終え、現在の心境を伺うことに。もう結構刺激強めに感じたんですけど、やっぱまあこうやってるっていう実感もあるんで、その分、まあやっぱこうなんていうんですか、施術なわけですから、多少やっぱこう痛みとか、そんな楽なことばっかりじゃないなってこう言い聞かせながら、ちょっと痛かったりもするんですけど、まあなんとか耐えて終わって、鏡見せてもらった時めちゃくちゃ変わってると思ったんで、やっぱりこう頑張った先に光があるっていう。まあ基本的にはやっぱ甘えてくるんですけどね、まああったかくなったんで、まあ、その分なんていうんですか、こう布団に入ってきたりとか、そういう甘え方なくなったんですね。ただ13歳になるメス猫が1匹いるんですけど、それの甘え方が最近すごいんですね。こうなってくるとやっぱメスなんで、やっぱこう僕の男が上がってる可能性ありますよね。猫年齢、人間で何歳ぐらい？で、70歳ぐらいですかね。